奏者よ、ここは余に任せてくれぬか。あやつの秘密に心当たりがあるのだ。うむ、万事余に任せておくがよい。我がライバルよ、前々からもしやと思い先ほど確信したことがあるのだ。尋ねてよいか。何、あなたほどの歌い手が今さら命乞いかしら。どんな死に方をするか、それが知りたいの。うむ、そうかもしれん。どうしても気になって。これを聞かぬことには剣のノリも悪くなる。とても戦えない。なるほどね、よくてよ。珠玉の歌い手としてしのぎを削り合ったよしみで何でも答えてあげようじゃない。ありがたい、では遠慮なく。そなた、もしや彼氏いない歴イコール年齢というやつなのか。その反応、もはやどのような言い逃れもできまい。奏者よ、今だ。え、ちょ待って、待ちなさい。この私が少女なわけないでしょ。そうか、やはりそうであったか。うむ、苦しゅうない。世は気にせぬし、大好きだ。あっ、何を言っているの、セイバー。人の話を聞きなさいよ。思えば世にも猥談をしたり汚い言葉を使えば大人になったのだと背伸びした時期があった。遠い目をしてんじゃないわよ。ちょっと少女じゃないっての、経験ありまくりだっての。しかし同時に哀れで胸が痛い。世のマスターをそなたに分けてやるわけにはいかぬからな。そんなことで、なんであんたに同情されなくちゃいけないのよ。同情ではない、もったいないのだ。ういういしい竜の娘よ。その尻尾もよくよく見ると愛らしい。少しお静かにお願いします。このままじゃ私が溶かされる前に彼女の声でクラッシュしちゃいます。ん、そうか、それはすまぬ。ではこの件はあえて未解決としよう。結果は明白だがな。この色ボケ皇帝、覚えてなさいよ。私はすごいんだから。あんたなんて後で八つ裂きにしてやるわ。
この先が体の中枢、脳に当たる部分よ。どうやらそこで決着をつけるみたいね。それでは先へ進んでください。セイバー、お手柄です。